America at home。 僕の部屋におかえり。 NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。そしてですね、なんと今回は番組初ゲストをお迎えしています。題して Welcome to my home のコーナーなんですけど、まあ早速なんですけど登場してもらおうと思います。皆さんこの方です、どうぞ。皆さんはじめまして、東方神起のチャンミンです。いやよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンミンさんが僕のラジオに初ゲストとして、はい、来てくれました。ラジオでゲストを迎えるということはすごい初めてのことで、ドキドキ。本当ですか？本当なんですよ。これちなみにちょっと聞いていいんですか、はい、他の NCT のメンバーたちは遊びに来たことないんですか？一度もないんですよ。ひどいんじゃないですか？そうなんですよ。で僕昨日マネージャーさんに、あの子たち、そうなんですよ。はい、いやでもチャンミンさんが来てくれたということで、はい、すごい嬉しく思ってますし、まあ、僕が実は韓国に来るきっかけとなったのが東方神起先輩の、舞台を見てということなので、すごく嬉しく思っています。そういう話をあちこちでちょっと聞いたのがあったんですけど、実は、はい、どうしてもそれが信じられなくて。なんでですか？それが本当のユータの事実のことであるのかな、それか他の社交辞令ってことですか？トレーニングの方たちが作ったなんかストーリーのための物語なのか。いや違いますよ。もしそうだったとしたらこんなに何年も先輩が好きですよっていう話はしませんよ、僕は。いやいやいや、本当に光栄です。ありがとうございます。はい、そしてですね、今いろいろなイベントができなくなったり、オフラインで会うことがなかなか難しい時期だと思うんですけど、チャンミンさんの声が聞いて、まあもちろん僕もそうなんですけど、リスナーの皆さんもすごく喜んでると思いますけど、どうですか？そうですね、日本の方々に、日本の皆さんにこう挨拶すること自体があんまりなかったんで、うん、はい、実は今日本語で喋ってて もうさっきユータさんにもちょっと話したんだけど、日本語の実力がちょっと昔よりちょっと落ちちゃって。そうですね、なかなか喋る機会がないですもんね。今日のラジオ番組本当に大丈夫かなってそういう心配が一番だったんです、何より。いえいえ、すごくお上手で、今日はチャンミンさんとすごい楽しい、そして深くて面白い話をいろいろしていきたいと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずは1曲目から、お届けしようと思います。はい、東方神起先輩僕大好きなので、もう全ての曲を僕は何度も聴いてると思うんですけど、まあこの季節なんで桜道にするか明日は来るからにするか実は迷ったんですけど、じゃあそしたら NCT の曲にしましょうか。いやダメなんですよ、ここはもうダメなんですよ、決まっているので。今回は、はい、東方神起先輩の明日は来るからという曲を皆さんにお届けしたいと思います。東方神起で明日は来るから。NCT127 ユータのユータアットホーム。今回のゲストはチャンミンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕実はチャンミンさんと初めて会った時のことちょっと覚えてます、はい、あ、覚えてます覚えてます。あ、僕は
あ、覚えてはいるんですけど、あの具体的にどんな話をしてたのか、そこまでは正直に言うとちょっと、あの僕は覚えてて、会った時に日本語で喋ってくれたんですよね、はいはい、僕に。で、僕その時韓国語もまだわからない状態で、すごい不安な中で、こう初めて東新規先輩にこうばったり会った時に、はいはい、チャンミンさんが、お前が日本人初の練習生か、こうパンパンって肩を叩きながら、いや頑張れ応援してるよって、辛いことあればいつでも話してこいよって言ってくれたのを僕は今でもすごい覚えてて、なんかそういうことってこう初めてでこう不安で何をしていいかわからない状況で、僕の大好きな先輩にそういう声をかけてくれたこと自体が僕はすごく嬉しくて。何を言ってるんですか、本当に。でこれはすごい、あのこういうことってこういうラジオじゃないと言えないじゃないですか、はいはいはい、なんでこの話は絶対にしなきゃなって今日思ってて、あ、させてもらいました。もちろん、あの海外での生活自体がやっぱり、あの大変なのは誰よりもゆうたさんの気持ちをよくわかる気がしてて、まあ、したんで、それでちょっとそういうなんかアドバイスだったり、ちょっとあの話をかけてあげたりするのだけでも、うん、ものすごくあの元気をもらえるっていうのをもう分かってるんで、うん、分かってたんで、それであのもうそうしたかったんです。でも一個質問があるんだけど、はいはい、あの僕があのゆうたさんに、お前が日本日本の初練習生か、まあ、そういうお前っていう言葉で僕喋ったっけ、すいません、多分それは僕 の, あの関西 の, あのちょっと雑なところで出ますね。お前ってお前っては言ってないかもしれないです、すいません。へいへい。あと一個思い出があって、はい、僕これもチャンミンさんと練習室で会った時に、はい、一回僕ボーカルの話させてもらったことがあって、はいはい、でどうしたらそんなに高い声が出るんですかっていう質問をさせてもらったことがあるんですよ、覚えてますか、はい、でその時に言ってくれたのがすごい、あの全然ヒントにならないって思ったのが、なるほど、ふざけたんですか僕、いや、めちゃくちゃ真面目に答えてくださったんですけど、はいはいはい、あの先生が言った通りにやれば高い声が出たよっていう答えをいただいて、あ、そうかと思って、何の役にも立たなかった気がしますね今振り返ってみると。そうなんですよ、あれと思って、これダメだったなみたいな、そういう面白いエピソードもありましたね。何を考えたんだろうごめんなさい本当に。いえいえいえ、そんなチャンミンさんなんですけど、はいはい、今回なんと僕に何か質問があると、聞きました。まあ、こんな僕がお答えできるか分かりませんが、あ、はい、もう大した質問ではないんですけど、やっぱあの海外での生活だとしたら、はい、あの もちろん今は十分慣れてるとは思うんですけど、はい、まあ、でも、まあ、楽しみっていろいろあるんじゃないですか、まあ、例えばあの食べ物だったり、もう他 の, あの友達だったり、その中、まあ、もう他にいろんなことがあるとは思うんですけど、はい、でも最近はゆうたさんはあの、うん、どんな買い物をしたのかな、まあ、それもちょっとあの、あ、買い物か、はいはいはい、まあ、今はこうなかなか難しい時期で、なかなか外でショッピングするっていうのは難しいんですけど、まあ、でもこうたまに外に出て、なんか僕結構自分をこうなんてプロデュースするというか、まあ、爪にネイルしてみたり、ここに今はまあしてないんですけど仕事の関係で、なんかこういう服を着てみたりとか、なんかこう絵を描いたりするのも好きで、いや手が手が綺麗ですねありがとうございます。爪もそうなんです、ハンサムな爪ですね爪が僕はちょっと小さいんですよ、でも、うん、わ、かなり四角形の、そうなんですよ、わ、やった、爪褒められたぞ皆さん、男らしい爪だよありがとうございます。あ、羨ましいな。なんでショッピングするときはもうあれですね、僕は買いたいものとか自分に合うだろうなと思ったものを積極的に買って、はいはい、そういうとき一番こうリラックスするというか、ストレスがこう発散する感じですね。ですよね。今日はいろいろ質問していきたいと思います。はい、はい、あの僕も同じ質問に答えるという一問一答で進めていきたいと思います。はい、それでは、早速なんですけど最初の質問にいきたいと思います。はい、今この瞬間の相手のイメージ印象はどうですか。男前
男前。男前。僕もそれは男前。はい、お願いします。ちょっとずるいですね。いや、あと背が高いですよね。やっぱりすごい羨ましいです。何言ってるんですか。じゃあ続いていきたいと思います。はい。最近チャレンジしたこと、新たに始めたもの。あの手作りでパスタ麺を作ること。おお。お、自炊ってことですか。はい。それをあのその機械を買って、はい、あの家でちょっとあのこの前直接やってみたんですけど、生パスタ麺とあのそうじゃないパスタ麺と味がちょっとあの魅力が違うんで、はい、生パスタ麺をちょっとあの食べてみたいなと思ってそれをちょっとこの前挑戦してみました。お味はどうでしたか？あー、悪くなかったです。悪くなかったということだそうです。そっちの世界はちょっと深かったなと思いました。再び。そしたら逆にゆうたさんは最近新しく挑戦したことってありますか？実はあの僕英語にトライしていてですね。英語ですか？はい。すごいたくさんの、海外の方が僕たちをこう応援してくださっていて、はいはいはい、そしてもっとこう深くコミュニケーションを取りたいなっていうのが理由でちょっとトライしてみようっていうことで。間違いないですね。始めましたね。はい。ああ。そうなんですよ。なんか言葉を習うとなんかそうのあのもういろんな海外に行きたいっていうのよりなんかもっといろんな方たちとなんかもっとつながる。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、なんかもっと知りたいみたいな。それであの今まで僕が知ってたその世界がもっと広がっちゃうんじゃないですか。はい。はい、すごくなんかいい挑戦じゃないかなと思いますよね。そうなんですよ。これだけは頑張っていきたいなって思って最近。あの僕もそれちょっと挑戦してみよう。あの何度も何度もあの思ったりもうやってみたりしたんですけど、なかなかそれをあのずっとあのやり続けるのが難しいんですよ。そうですよね。ぜひ頑張ってみます。頑張ってください。もうここで言っちゃったんで後戻りできないな。このラジオでチャンミンさんに言っちゃったんで次行きたいと思います。はい。僕は意外と〇〇だ。〇〇に入る言葉を入れてください。僕は意外と酒好きじゃありませんよ。ありませんよ。反対でしたね。酒好きじゃありませんよ。あ、そうです。あの僕のファンの皆さんはちょっとそういうメッセージもらったりしますよ。本当に飲みすぎだとちょっと健康あの崩しちゃうんで、そういうのちょっとやめてくださいとか、あの体を気をつけながらなんか頑張ってくださいっていう話をよくもらったりするんですけど、はい、実はあの僕の一番仲いい友達の中であのうちの、 あの韓国の事務所の仲間のキュヒョンというあのスーパージュニアっていうアーティストのメンバーの子が、はい、あの子は本当に酒好きですよ。そうなんですか。本物ですよ。あいつは正真正銘の、はいはいはい、本物なんですけど、僕はその子の影響されたあの、はい、友達ただそれだけですよ。ということは実際は、あ、実際は酒飲むのが嫌いではない。でもあの子みたいに あの子と比べてあの同じレベルの酒好きなのかちょっとあの聞かれたらそれはちょっと違いませんみたいな。そういうことですね。じゃあこの〇〇はキヨンさんと比べると酒好きではないということですか。桁が違うんですよ。もうファンの皆さんにいつかはこの話をしたかったなと僕は昔から思ってたんですよ。じゃあこの話はここにユータアットホームが初ですか。あ、そうですね。意外と僕は酒好きじゃありませんっていう。あ、でも逆に、はい、ユータさんに聞いてもいいですか。はい、ユータさんは意外と〇〇です。いや、そう、これますか。僕チャンミンさんにも、はい、すごい男臭いなとか、なんかすごいたくさんの方になんか男臭いぞって言われるんですけど、よく、はいはい、実は僕すごいビビリなんですよね。は？そうなんですよ。僕お化けも怖いですし、は？あと高所恐怖症なんですよ僕。は？高いところとかダメで。ゴキブリは？ゴキブリもダメなんですよ僕。虫も嫌いですよ僕。あ、虫も？だ、そうなんですよ。だから結構こうナイーブなんですよ。いやー、全然違うですね、イメージと。多分それを見せたくないがためにちょっとこう俺がついちゃってる感じもあるかもしれませんね。あ、強がるっていうか。そうですね、強がっちゃってる感じも。いや、でもゴキブリは僕も怖いんですよ。ダメですよねゴキブリは。でも、あ、意外ですねゆうたさん。本当にそうなんですよ。だからすごいビビリで困ってるんですよ。いや、
それがもっと魅力的だと思いますよ。ありがとうございます。ファンの皆さんにとっては。じゃあ次行きたいと思います。はい。今のスマホで再生回数の多い曲、また最近再生した曲は何ですか？あー、一番最近聞いた曲は、あのこの前までは本当にゆうたさんの前だから言うんじゃなく、あの NCT の「ヨン」っていう曲。あ、本当ですか？え、日本語のタイトルだとなんて呼べ？キックイット。そうですね、キックイット。はいはい、あ、本当にそれ好きだったんですよ。ずっと聞いてくださっていたんですか？はい。それであの、あのパフォーマンスの映像とかも、はい、結構何度も何度も見た気がしますね。ありがとうございます。ゆうたさんのかっこいいあのダンスをありがとうございます。本当に一番最近聞いた曲は、あのこの前リリースされたあのジャスティン・ビバーのピーチス。ゴン、ハイファイブヘッドだよ。イエス、僕もめちゃくちゃ聞いてます。となるほど、いい曲ですよね。すごい曲です。つながってますよね。連鎖してますね。はー、いいな、いい曲ですね。はい。あ、でも NCT の曲もすごく良くて、パフォーマンスもよ、もうすごくかっこいいから、はい、いつもあの注目してますから。あ、これからも頑張ります。えい。はい、頑張ります。はい。じゃあ最後の質問になります。はい。こんな時代だからこそ改めて、大切にしたいと思ったことは何ですか？あー、この時代だからこそやっぱあの日常生活、あの誰かとの出会いじゃないかな、うん、僕は思いますね。ほう、それはあの今まで生きてきてて、あの当たり前だな、あの当然なことだなと思って生活してきたことが、そういうこと自体があの実はすごくあの当たり前なことが当たり前じゃないことかもしれないな、それ、うんうん、そして当たり前じゃないことだったなっていうことにあの実感して、はい、はい、あの一つ一つ本当に大切にしながら、あの感謝しながら、あの生きていかなきゃいけないなと思いました。これすごい多分リンクしてるんですけど、僕もこの大切にしたいことって感謝する気持ちだと思ったんですよね、はいはい、それは先ほどもおっしゃられた通り、この当たり前じゃないこと、なんかこうリモートだったりこう直接会わないからこそ見えてくるこういう大切さだったり、ファンの人たちの感謝だったりっていうのを思っていたんで、なんかすごくそこは通じるところがあるんじゃないかなと思って。僕個人的なあのスローガンって言うんですか、はい、あの座右の銘ですか。あ、そうですね、あの頭の中にいつもこれを忘れないようにしようと思うのが、あの慣れることに騙されて、あの大切なことを失わないようにしようって僕は思いながら生活してるんですけど、この前あのゆうたさんもあの見たのか知れないんですけど、韓国でリリースされた映画の中でソウルっていう、あー見たことないです、ソウル。アニメの、はい、あのアメリカのアニメなんですけど、かなりあの僕が思ってたそういうそのメッセージとかとあのかなりリンクしてて、うん、ちょっと多分すごくあの感動的だなと思いながら見ましたけど。見てみます。そういうそういうメッセージなんですよ。はい、いやありがとうございます。今日はなんかもうあっという間にこの終わりの時間に近づいているんですけど、チャンミンさんに最後に、ゆうたアットホームをお聞きのリスナーにメッセージをお願いしたいと思います。はい、あの本当に久しぶりにあの日本語を喋りながら日本の皆さんとこういうあのコミュニケーションができてすごくあの楽しかったんです。そしてあのゆうたさんとこう今日みたいにあの一緒にお仕事することって今日初めてですよね。初めてです。はい、どん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 あのこういう機会が増えてほしいなと思いまして、うん、あの何よりあのもちろんあのイベントだったり、まあ、他のもう活動だったりそういうのもたくさん楽しみにしてくださいっていうメッセージもしたいんですけど、何よりですね、あの体をあの健康を、はい、あの大切にあの守りながらあの生活してほしいなと、それが一番何よりです。それであのいつかはですね、あのまたあの直接出会うことが、あのそれはあの東方神起のファンの皆さんへのメッセージだけじゃなく、あのゆうたさんのファンの皆さんへも
健康が何より大事ですから、はい、ゆうたさんもファンの皆さんと早く出会うそういう機会が早く訪れてきてほしいなと思いました、はい、ありがとうございました、はい、以上、今日の Welcome to my home のゲストは、チャンミンさんでした、今週のラストナンバーは NCT127 でキミキミ YES。 Hey, yeah, yeah, yeah. Listen up.気づいた時はすでに手遅れさ君にセレクト治療不可能なスパイシーディジーズ、yeah. 深みにはまってきそう Watch me go now 何もかもが全て価値を変えてこう世界中が君の周りを巡る振り回される体感に溺れてく I can turn you downCan turn you down Love for little loving 徐々に It's getting worse 手先も頑固のに尽くされて未来今そこに Tell me why 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 Give me give me all Baby penny all and I got my crazy 癖になりそう今ね Give me give me Good 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 止められない Give me give me君を笑わせてクラウンズ過去に置いてきたキングスクラウンカラカラに乾くスイートーンそれでも叫べよ get loud cause you're my only one ひざまずくのさ get down I'm lemonade you 君に届かない so what am I for yeah 高嶺の花雲の上の存在絶対的なその支配しびれて狂わしい追いかける You're my queen nowOnly coaching takeNCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。
Utah at home。 今週の NCT127 ユータのユータトーム、皆さんいかがだったでしょうか。僕ユータもですね、初ゲストがチャンミンさんだったのですごく緊張したんですけど、本当にこの僕の緊張をほぐしながら、自然に会話ができるようにしてくれたので、すごく感謝の気持ちでいっぱいですし、深い話から軽い話まで、トークできて、僕もこうチャンミンさんと、長い時間お話ししたことが初めてだったのですごく楽しかったです。印象に残っていることっていうのはすごくたくさんあるんですけど、やっぱりこう僕が尊敬する東新規先輩がこう長年第一線で活躍されているっていうのは、本当にやっぱりマインドセットっていう軸にあるものがブレずに活動をしている、活動ができている証なんじゃないかなと思って、僕もそこは見直らないといけないなと思いますし、これからもチャンミンさん目指します。よろしくお願いします。また何かの機会で一緒にお仕事できればいいなと思っています。本当に今日はありがとうございました。ということで皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。 Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕のお部屋にぜひ遊びに来てください。バイバイ。Somebody, yo. あの日の僕らを胸に、Why don't you be my somebody? 伝えたいんだ君に、yeah. I wanna be your somebody、yeah. あの約束通りに、Why don't you be my somebody? 伝えたいんだ君に、yeah. 指先で触れた瞬間感じた君の心霊、yeah.遠ざけるよどこに立って Can you feel it? Can you feel it? Right now 優しく触れ合って